この動画はこれを見たら誰でも料理が作れちゃうをテーマにした料理動画です。今日はなんだっけ、チョコレートケーキを作るんだっけ。なんでチョコレートケーキなんか作るの。明日誕生日ということで。あ、なるほどね。それで今日ケーキ、なんで別に俺が作りたいって言ってないものを無理やり作らせるのかなと思って文句言おうと思ったけど、そういうことか。お祝いの日なのね、今日は。はいはい、めっちゃ祝ってくれみたいな感じで来といて、でいざ、お、俺誕生日なんて忘れてたわみたいな、やめろよ。中学生の照れ隠しじゃないねんからさ。なんか去年もケーキ作ったよね。そうそう、大失敗してたね。あ、今日は今年はそのリベンジとして、1年経った成果を、料理を1年続けてた成果として、うん、しっかりとしたやつを作れば。俺は成果なんてないと思うけどな。1年間何も成長してないと思ってるから、お前は。でも普通フライパンの蓋は買ったぞ。買ったことが成長な。すげえすげえ。おお、すげえ。最近はあとはなんかあの用意するのも忘れ物とかないんじゃない、別に。すげえすげえ。成長してるぜ。だいぶ成長。まあちょっとさすがに遅刻とかはまだ遅刻とかはちょっとあるけど。お前何の話してんの、何の成長の話してんの。いやいや、そのまだ料理前段階やで。お前料理何の成長もしてない。蓋買ったぞとか用意できるようになったぞとか。あ、ちゃうかお前。はい、じゃあ材料の確認です。おう、板チョコ 70g。 え、板チョコ限定なん、チョコって。あ、まあまあまあ、なんていうの、甘すぎないチョコ。ああ、これ何それ。ああ、ギャバチョコレートね。なんでそんなの書いた。え、なんなん、板チョコって言ってんのに。板チョコなんて言われてないが、チョコって、これチョコなら何でもいいよって言ったら、ああ、チョコならいいよって言ってたよ。いや、言ってないで。いや、完全にセミスイートチョコレートって何って聞かれた、俺。もともとはセミスイートチョコレートな。そうだ、セミスイートチョコレートが何か分かんないから、セミスイートチョコレート何って質問したわ、今回は怒られないように。セミスイートチョコレートって何ですかって聞いたわ。じゃあ、板チョコって言ったよ。板チョコでええでって言ったよ。板チョコで、チョコでええでって書いてなかった？チョコでええでってないね。は？いや、いやいや、あ、また板チョコでええでって書いてあるわ。しかも俺板チョコでええのかって返してるわ、それに対して。え、お前二人おる、もしかして。いや、チョコでいいでって見間違えたわ。じゃあで、お前はチョコ、板チョコでいいんかって返したん。いや、チョコで、そのなんか買い物のメモを見てるときにね、買い物が終わって、うん、その時は板チョコでいいでって返したつもりだと思うよね。その後ほどの買い物の時メモを見返してて、チョコでええでって見落としたんだろうな。だからそこ板チョコじゃなくて板チョコっていうのを見落としたんだろうな。一回お前頭で板チョコって理解してんのに。セミスイートチョコレートってなんだろう。ああ、チョコで、そういえばチョコって言ってたな、チョコだなっていう風にして、このギャバを買ったんだな。チョコの中でもなんでそれを選んだ。チョコレート作りする、チョコケーキ作るってことは溶かすって分かってるやん。ストレスを低減するっていう要素があるから、見てこれ。ここを見せたくて。いや、ね、もっと。あ、なに、俺がストレス溜めてるって言いたくて。あ、いや。ああ、お前。そんなことやりだしたか、お前。メッセージ伝えたくてやったんか、お前。いや、あと、そいつもほら。そいつさんもストレスを軽減してほしいなと思って。じゃあ板チョコ買ってこいよ。なんでな、ギャバだとダメなのか、何がダメなのか、なんで板チョコと、どうせ溶かすんだろう。だって結局結論としてはチョコは。いやいや、ダメとかじゃなくてさ。おう。もうそのなんていうの、狙いに行ってる感。狙いに行ってるか。欲しがり感。いや、俺が食べたい。欲しがり感、もう欲しがってる感じがもう嫌やね、俺。もう苦痛やわ。しかもこのなんかお前がストレスやみたいなメッセージを伝えられるしさ。違う違う、俺が違う、ソイソさんのストレスも軽減したいなと思ってるから。これ俺食わへんねん。俺のストレス軽減するんやったらまずそれを全部送ってくれ。俺に5箱ぐらい送ってくれ。まあはい、次。はい、卵3個。はい、バター 70g、 砂糖、100g、 生クリーム 50ml、 ブランデー小さじ1、薄力粉 30g、 ココア 30g。 はい、もう材料は完璧やん。そうでしょ。しかもこれあらかじめこの事前に測っとくっていう気の利き方な。うん、当然な。気の利き方っていうか俺から言ってるからな、測っとけよっつって。これにボウルにお湯を入れます。お湯入れちゃっていいのね。うん、どれぐらい。じゃあまあまあまあそれぐらいでいいよ。ああ、じゃあそれにボール重ねてください。あ、ここにチョコ入れるんじゃないんだ。うん、はい、そんな頭の悪いことしませんよ。で、そこに、チョコレートとバターを入れてください。チョコレートとバターを入れるのね、この中に。そこ
お前測っとけよ。まずそれ全部やろうが。え、袋に書いてへんのかい、内容量。内容量なんか書いてあるわけねえだろ、ギャバのチョコレートに。書いとるやろ。 10g あたりって書いてあるけど、内容量は書いてないけど。 50g、 あ、内容量 50g なわ。めちゃくちゃ怖い。嘘だろ。じゃあこれで 51g ってことは、あと20粒か。何のために砂糖とか生クリームとか測っとんねん、事前に。なんでギャバだけ、あ、ギャバ見せたかったんやもんな。もうそれに集中しとったよな。ストレスっていう文字を見せたかったよな、俺に。そんな、それほどまで見せたかったか。ちょっと 70g 入れてよ。それがストレスやっつってのな、こっちの。70g 入れておけば。はいはい。で、溶かしてください。どうやって？まあ、ゴムベラで混ぜるなりして。ああ、そうか、ゴムベラで混ぜればいいのか。なるほどね。こんなあってまに溶けるもんなんだな、チョコレートとバターって。チョコレートすごい簡単に溶けたよ。そりゃそうやろ、口の中で溶けんねえから。口の中の温度で溶けんねえから。バレンタインのチョコレートと作る、あの、ラブコメでよくさ、バレンタインでのチョコレート作るときにやってる湯煎ってこれのこと？そう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 、前原忍ちゃんがやってるやつこれ。あー、なるほどね。直接火にかけて焦がすっていうのが、料理ベタの人がやるやつやん。ラブコメ読んでたらわかるやろ、それぐらい。やってた、やってた、やってた、やってた。生クリームとブランデー。うん、あ、ちょっとブランデーっていうか、なんか今忘れた、ごめん。ウイスキーなんだけど大丈夫だよね。俺よく分かってないね。ウイスキーと違うよね。ウイスキーで一緒なの、ウイスキーとブランデーって。まあ香り付けやろ結局は。ああ、別に味はそうでもねえのか。うん、ちょっとしか入ってない。まあじゃあいいか、じゃあいいか。しっかり混ぜてください。ブランデーとウイスキーの違いにうるさい人すげえ怒るんじゃないか、今のやつ。ウイスキーってなるんじゃないのか。いやでも酒飲みの人がチョコレートケーキの作り方見んやろ。そっか。あ、いや、なるほどな。聞いたことあるわ、それ。やったわっていうか、前のなんかあのケーキ作るとき。やったやろ。はい。そこに砂糖 50g 入れてください。砂糖 50g、 すげえ量だけど砂糖 50g 入れました。で、泡立て器で混ぜてください。お、そういや、ウィーン買ってない。ウィーンってやるやつ。こんな、だってあれ頻繁に使うもんじゃないじゃん。でもケーキには必須やで。あれ、もしケーキ作るため以外に作ることないだろ。俺が普段からケーキ作りを趣味にしてるような男だったらいいよ。でも、そのようなもんやん。年に2、3回は作るやろ。年に、まあ普通の一人は作るペースは多いと思うけど。え、ないんってか。てかないわ。え、ないないない。買ってよ、じゃあ。失敗やわ、今日。え、ダメなの？もうあのウィーンがない時点でダメなの？うん、絶対無理。お前には無理、まず。ウィーンか根性が必要だから。じゃあ根性の方法で頑張るって。頑張る、頑張る。根性、根性の方で頑張るって。根性ないもん、お前。頑張るって、頑張るって。へぇー。お、はい、混ざった。そしたら薄力とココアを、はいはいはい、ふるいにかけてそこに入れていきましょう。ザルやんそれ。おい、何が何が平然とこれふるいでっせっていう顔して持ってきたけど、まあザルだな。まあザルだわ、これはザルだわ。そうそう、これはザル。でもそれしかないやったらそれでやるしかないよな。やってみるわ。でも、そうそう、頑張ってやってみるわ。入れてみるわ、風呂にかけて。バサバサって言ったら面白くてる。でも、そうそう、これ幸いなことに、今回用意した小麦粉。なんかね、すごいサラサラなタイプの小麦粉だから。ああ、ああ、よかったよ。そのまま入った気はしないでもないけど、どうさって。まあ、かけとけ、かけとけ。はい、古いすぐやな、その風呂。2回ぐらいポンポンってやったら全部バッて下に落ちたけど、いいのね、こういうことなのね。いいのねっていうか、それしかないからな。まあまあ、いたしかないのね。おう、これで混ぜんの。誰がそれでいいって言って。はいはい、で、かき混ぜてください。これはさっきの泡立て器でいいですか。そう、
で混ざったらまた入れて、また混ざっ混ざったらまた入れてって3回に分けて入れてください。なんか意味あるのか、その3回に分けるのって。混ざりにくいからね。あ、砂糖が、うん、あの、あ、泡立て器を上に上げたらツンって角が立つって言うねんけど、わかる？クリームの、こう立つぐらい。そう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 、それぐらいやってください。じゃあウィーンいるじゃねえか。そう、いるじゃあウィーンじゃあやっぱウィーンいるんじゃん。でもお前は根性あるんやろ。行くカバーしてる根性。できたら呼んで。見とけよ。なんで見なあかんねん、こんな。なんで見とかんねん。見る必要ないやろ。めっちゃ頑張ってる、すげえ頑張ってる様子を見ないって何なの。え、なんでお前が頑張ってる様子を俺が見なあかんの。これ俺がお前の前やったら俺はそれ見るよ。運動会頑張ってるかのように、うわ頑張れ頑張れって見るけど、お前他人やぞ。赤のそうそう、飽きた疲れたとかじゃなくてもう飽きた。あーでもまだシャバシャバだな。全然シャバシャバだが、おいシャバシャバじゃなくなるって本当か。確実に嘘だろ。出たよ、あれだろ、罰だろ、これどうせ遅刻したことへの罰則ですよ。罰を与えてるわけですよ、こうやってできもしないことをやれって言って。刑務所ですよ、ここは。あるか、そいそとらずですよ。ミキサーに入れてグイーンってやった方がいいんじゃないの。そいそミキサーに入れてグイーンってやるか。グイーンってやったら、もうシャバシャバだわあ、よりシャバシャバになった。やべ、スーさん、ん？できた。できてへんやん。え、なに？まだなの？できてんのそれ、ほんまに？え、まだなの？全部泡、全部泡。もう全、いや全部泡かって言われた疑問は残るけど。じゃあ全部泡にしてむ、おい、いつまでやってんのお前。もう4、50分やってんのお前。マジ？うん、うん、ああ、どう？そうそう、やったけど、どう？まあ、できてないかな？できてんのかな？あ、笑ってるけど。できたのね。めっちゃ笑ってるけど。できたのね。じゃあ次行こうよ。もう行こうよ。できたのね。じゃあできたって、できたできた。そう、できたわ。これはできたんだな。笑ってる、ま、できた、笑ってるってこと、つまりできたんでしょ？笑ってる。そうそう。ほんま？できた？できた。あ、できた。完全に、やっぱな、できたわ。超えたわ、ウィン、俺は。人力で。メレンゲの泡を潰さんように、ゴムベラで、滑らかに混ぜてな。泡を潰さんように、泡じゃないけどな、別に。あ。入れりゃいいのね。そしたら、肩に流し込んでいきましょう。はい、ほーい。はい。え？え？え？こういうことじゃないの、肩って。あ、え、これじゃない。いや、いや、うん、ああ、うん、160度ぐらい。おお、160度、はい。で、30分。で、30分、うん。長っ。とりあえず30分。そいそ、そいそ。うん？多分できた。チーンってなったからできた。いや、できたかどうかは、中身を確認したいね。あー、なに？時間で勝手にできるわけじゃないの？これは。まあまあ、一応、竹串で、刺して確認をしてほしい。はい。どう？いやいやいや。刺さったかどうかとかじゃなくて、中まで通ってるか見ろっていう話やん。な、はっ！じゃないが。違う、ま、刺さったからいいんちゃう？刺さったらできてるんちゃう？違うの？そういうことじゃない。だから中まで、なんか感触とかないんお前。ロボットなの。中見て、中まで火通ってるか分かるやろ、刺した時の感触とかで。あー、なんとも言えない。通ってると言えば通ってるだろうし、液体ではないとも、少なくとも。じゃあもうちょい焼くか。
できてます、そいつさん。よし。じゃあ、冷やそう。冷やすの？ケーキやで。なんでやねん。ガッツツで食うやん、ケーキって。ええ？お前、どんなケーキ食ってきた、今まで。いや、ホットケーキ冷やさないだろ。ホットケーキやろ、それ。普通は冷やすから、あったかいケーキのことをホットケーキって言ってるやろ。え、いちごとかあったかくしてくんお前じゃ。いちごのショートケーキとか。まあ、食わないわ。よく考えたら冷やしてるわ。うん、ちょっと考えて発言してな、病気。あ、実は冷蔵庫に入れました。じゃあまたしばらくして出して食え。じゃあな。おめでとうな、バイバイ。いやそいつさん、ちょさん、そいつさん、そいつさん、え、一人で食うんですか、僕作ったやつ食ってるとこ見てくんないの、そいつさん、もしもし、あれ、そいつさん、おい、でも割とふわっとしてるんじゃない、しっかりしてるんじゃない、ちゃんと前作ったやつより全然買って。はい、そいつどう、いや、わからんわ、食えやよ。何やねん、お前、急に呼び出して。先で終わったやろ、一人で食えよ。いや、一人で食えるかよ、こんなもん、バカじゃねえの。誕生日だっつってんだろ、誕生日だっつってんだろ、なんで誕生日に誕生日ケーキ自分で作って自分で食わなきゃいけないんだよ、寂しいやつじゃん。でも今、そうやからな、まさに。ハッピーバースデー、トゥー。うるさい、食えや。トゥーユーじゃないしな。トゥーミーやろ、お前の番。頭悪いんか、ボケ。いただきます。うんうんうん、あのね、うん、外側パリパリで、うん、中べっちゃべちゃ。おめでとう。まあだから温度が高すぎたんやろな。あ、もっと弱火でじっくり中からってことだったのね。じっくり、うん、中まで、中からはおかしいやろ。な、じっくり中からはおかしいやろ。ケーキってもっとふわっとしてんじゃないの、それ。そう、え、それお前の混ぜが足りへんから。はぁ、50分やったのに。うん、50分やったのに無駄だったってこと。そう。ほんとに。うん、面白いこと言うな、そういう人。え、でも今まで31年間無駄にしてきたやんか、お前。それを考えたらさ、全然さ、50分ぐらいさ、へでもないやろ。なんかで、これからもまた無駄な人生を続けるわけやん、お前。そういう人、いい節目なんじゃない。そういう人、そういう人。何、誕生日、俺。しかもさっきグラス割れたんだけど。おめでとう。何がおめでとうなん、グラス割れたこと今おめでとうって言ったの、誕生日じゃなくて。おい